ます。9月20日金曜日の高野文夫のマイビデオダイアリーをお届けいたします。秋らしくなってきて、ちょっとですね、冬装束に近づいたものを着てます。いつもですね、コミュニケーション上の重要なポイントをお届けしてますが、今日は今からちょっと家族旅行に出ますので、ちょっと急いでですね、ビデオダイアリーを発信いたします。今日もですね、コミュニケーション上の重要なポイントを一つお話ししますが、前回はですね、何事も1万時間やらねえダメだと、長続きさせることが肝だというお話をしました。小木健一郎先生がおっしゃるようにですね、物を学ぶにもですね、武術を身につけるにも、語学を身につけるにも、1万時間すなわち毎日3時間やったとしたら10年間その山を越えなければ何事も身につかないと、何事も中途半端で終わるということなんですよ。1万時間の法則というのは、これはなかなか大変ですけれども、その山を越えた人がプロフェッショナルになっているということなんです。私の場合はですね、この語学ではですね、毎週水曜日のゼビックというですね、ズームを使ったパソコンの前で喋り合う遠隔英会話プラスですね、木曜日は早稲田の森のですね、あるところに集まってですね、欧米人と英語でディベートする、これはですね、もうすでに15年もやってます。もちろんですね、1万時間超えてます、英語はですね。ですから、まあそんなにうまい英語じゃないですけれども、普通に喋れるようになりつつあります。こういうですね、早朝やってる太極拳にしてもですね、28歳からやってますから、もちろん1万時間の山を越えてますから、高野流のそれなりの24式太極拳が身についてます。空手はですね、20歳からやってますので、もちろん1万時間超えてますから、まあ最高団員に近いですね、ブラックベルトを有しています。すなわちですね、何事もですね、続けること、かじって終わるようじゃもう何もならないと、1万時間の山を越えるんですけれども、それをですね、維持するためには何が重要かというとですね、志だけではダメですね。とても重要なのはですね、一緒に志を持ってやるですね、仲間がいることですね、すなわち友達です。これぞというですね、もうこの切っても切れない友達を持つということが、これがですね、1万時間の山を越えるコツだと思います。山を登るにはですね、一人では無理、一緒に同伴してくれる友人を持つことですね。今日もお聞きいただいてありがとうございました。さようなら。